はい、皆さんこんばんは。いつもね、この時期になると思い出してしまう話を少ししたいと思います。10代の頃ね、2回目に、紹介してくれた仕事場があったんですけどね、まあ、大阪市内やけど、でまあ、揉めまして、で突然ね、後先考えんと、で職場の人と揉めて、もう辞めたるわいう感じで、飛び出したんですね、そこの会社をね。で当然寮住まいやって、でまあ給料とか もうたらパッ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 使ったんですよ、10代の頃ね。で一銭もなくて、でも辞める言うた以上もう戻られへんと思って、で寝るとこもないしどうしようかって考えた時に、施設の先輩がね、堺の、皆さん大阪の人間とかって分かると思う、高篠浜っていう人があるんですよ。そこに住んでたんで、あそこをちょっと頼ってみようかと思って、で乗り物もないしお金もないし、まあ、歩いて行ったらどんなやくなるやろうと思って、ひたすらずっと歩いとったんですよ。当然夏だからね、もうカンカン照りの太陽が暑い日差しを送って、もうむちゃくちゃ暑かったんですよ。で倒れそうな感じやってんけど、まあ自分が巻いた種やし、で今更その会社に戻っていって謝るのもありやしと思って、もう半分ぐらいまで来てたからね。でどうしようと思って、やっぱりそうやけどお腹も減るしお金もない、悪いことするわけにもいかへん、さあどうしようと思って、でずっと歩いていったら左手にね、うどん屋さんが見えたんですよ。で一瞬そこを通り過ぎたんですけど、もう飯屋さんとかその周り全然なかったからね、一番最初近いところにそこのうどん屋さんがあったんですよ。でまあ恥を忍んで水だけでも飲みに行こうかと思って入ったんですよ。でお客さんいてなかった、そこの店主がいらっしゃいませ、パッと座って、すいません、ちょっと喉乾いたんですけどお水もらえますかって言ったら、あどうぞどうぞ飲んでください言って、で僕はもうずっと歩いてるからもうお腹も減ってるけど、もう喉がカラカラ で、あの機械あるじゃないですかね、ガシャってコッペあって、そこでガラガラって出して水をもうなんか3番目4番目も飲んでたんですよ。で店主の人が、お客さんそんなに喉乾いとったんですねって言って、はい、もうむちゃくちゃ喉乾いとったんですわ、ありがとうございましたって言って、でまあ今日ちょっと食べたいねんけどそんなお腹減ってないんですわ言って、また来た時にね、食べに来ますんで、またその時よろしくお願いしますって言って店を出たんですよ。でまあ店の人はね、あそうですかみたいな感じだったけど、まあ、出てからねその後どういうふうに言ったか知らないですよ。けどもうこの時期になるとね、そのことを思い出す。でも半分以上来てるからもう戻るにもありやしと思って、もうこのまま行ったれと思って、ずーっとひたすらひたすら歩いて、ほんで何時間もかけて高篠浜に着いたんですよね。でまあ先輩が夜何時やら、あれ9時か10時ぐらいに帰ってきて、おお何してんのこんなとこで、でまあまあ事情説明して、実は会社で揉めて、こういうことかと、まあ上がれ上がれと入って、でお前どうせ飯食ってないやろって言って、はい食べてませんって、よしなんか食いに行こうぜ言って、でまあファミレスに連れてってもらって、食べたんですけどね。でまあ怒られましたよ、もう後先考えずにそういうふうな行動するなと、人生生きとったらいろんなこともある、辛抱もせなあかんって言っていろいろ怒られたんですと。だからねそういう思い出かな、この時期になるとねそのねことを思い出します。ただ忘れもしません、あの時、うどん屋さんでもらった水むちゃくちゃ美味しかった、本当にというお話です。はい、まあね、まあ、この話、まあ、俺のこんないらん情報か知らんけどね、こういう話を聞いて皆さんはどう思われるか分からへんけど、この時期が来たらこういう話を思い出すという話でした。5分も使いましたね、すいません。よかったら聞いてください。ありがとう。